実はその金属には水銀が入ってんのよね。水銀なんて体に絶対良くないやんか。お口開けてください。口元美容かおりです。金属にもいろんな種類があって、銀の詰め物、この銀の詰め物にも実はいろんな種類があるんよね。古い古い、そのまた古い昔って、昭和の時代やけどさ、その頃は練り物の金属っていうのがあったのよ。練り物の金属で穴に押し込んでいって形作るみたいな金属があったよね。で、その金属実は今使われてないねん。なんでかって言ったら、実はその金属には水銀が入ってんだよね。水銀なんて体に絶対良くないやんか。口の中っていろんな環境になってるやろ。熱いもんから冷たいもん、酸性からアルカリ性、いろんな食べ物食べたりとか、金属同士が合わさったりとか、いろんなことがあって、中の金属がイオンになって溶け出して体の中に蓄積されたりとかっていうことがあるわけよ。だから、そんな水銀入った金属、いつまでも口の中入れてたら、老化も早めるっちゅうねん。嫌やん。で、今日は取り替えることにしました。こんな感じでーす。金属だって削りますが、ちょっと火入れようのことあったら教えてください。
噛んでください。カッカッカッ。噛んでくれてですね。ありがとうございます。はい。全然当たりないです。大丈夫ですね。先と全然変わります。はい、よかったです。今保険で使われてる銀の歯っていうのは肩取って作るやつやねんけど、それってちょっとピカッと光ってたりすんねん。その昔のアマルガムって言われるのはちょっと鈍いような、そんな銀色してるから、自分でわかるかな、ちょっと難しいかもしれへんね。歯医者さん行った時にそんな金属はないですかって聞いてみたらええと思うわ。ほんであるんやったら綺麗に取った方がいいよ。今日は口の中に金属が入り込まへんようにゴム枠つけてやりました。これで安心。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。